はいえー、皆さん、こんにちは。CK キャピタルの西村浩一です、えー。よろしくお願いします、えー。今回はですね、サクソバンクさんで、えー、初めてのオンラインセミナーということで、えー、何をテーマにしようかと思っていたんですけれども、まあ、今、えー、ちょうど大きく動いているので、まあえー、コンテンツの中でもご紹介しますけれども、えーまあ、主要通貨の中で対米ドルで一番大きく上がっているのが、えー、オーストラリアドル。 ということになりますと、えー、ということなので、まあ、基本的にはまあ資源国で、えー、南半球で、まあ、この後、えー、ご紹介しますけれども、えーまあ、ちょっと今のところ今年になってから最強通貨の5ドルについてお話ししようと思います。よろしくお願いします。まあ、といってもですねあの5ドルはメインにお話しするんですけれども、えー、本日3月の22日ドル円が120円をつけているので。 まあちょっとドル円についてもちょっと軽くお話ししようと思います。はい、えっ、ー、とまあドル円の方はですね、今年百十六円の三十五銭というところで一月四日に、えー、トップアートして一度下がってもう一度百十六円の三十四銭でダブルトップになったんですけれども、今回百十六円の三十五銭を超えて、えー、今日百二十円を超えて現在百二十円の八丸なんですね。はいぐらいまで上がってきていると。 年末年始にかけては、まあえー、ドル金利が上がるということでドル円が、えーまあ、116円台までつけたんですけれども、えー、金利に関してはずっと折り込み済みでですねある程度金利先物市場で折り込み済みだったので、えー、その後反落してしまって僕はあのその時点でトップアウトだと思っていてドル円は116円の35銭トップアウトだと思っていて2回目も超、えー、えなくて落ちたんですけれども。 その後ちょっとおかしいなと思ったのが金にもあるんですが、えー、本番のテーマであるコモディティというかインフレがやってくるみたいな感じで、えー、全てが上がってしまったということで、えー、この後もお話しするんですけれども、えー、一番重要なのが、えー、そうですね原油天然ガス、えー、日本ってあの2018年の、えー、環境庁の資料によっても うん、エネルギー自給率が、えー、34位ぐらいでエネルギー自給率が11%しかないんですね。えー、他の国は例えばオーストラリアとか米国オーストラリアも300%ぐらいあって、えー、今皆さんご存知のように、えー、どん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 物の値段が上がってきています。で今日ちょっと余談ですけれども、えー、自分のあのまあ 大手インベストメントバンク出身で、えー、まあアセットマネジメントに勤めている友人と話したんですけれども今はやっぱりこう高額なものが結構売れていて、えー、例えば百貨店の外商なんかはあの僕はこのアップルの、えー、アプローチしかしてないんですけれども、まあ、高額なもの高額な腕時計とかが売れる。えー、例えば、まあ、不動産も まあちょっと不動産はいろいろあるんですけども金利が上がってるので落ちるんじゃないかという危険もあるんですけれども不動産も売れる高級自動車も売れているえちょっとこれまでにない日本ってずっと30年間デフレだったんですがえこれまでにないような形で物が上がっているで日本はえまあ資源がないので先ほど申し上げましたけれどもえ物を結局買ってこなければいけないのでえどんどん 天然ガスは買います、原油は買いますっていうふうにすると、結局、円安になってしまうんですよね。で、円安になってしまうので、あのまあ、このあどうなるのかなと思って、先週の金曜日、えー、日銀の黒田さんの会見で、多分そういうふうに言うんだろうなとは思ったんですが、まあ、ある意味、円安要因のようなコメントをされたので、そのまま120円超えてしまったということですね。で 今、まあ、いろんな意見はあるんですけれども今こう過去50年間の中で実効為替レートでは一番円安のエリアに入っていると118円ぐらいの時言われていて、えー、これ以上円安に行くとうんちょっと日本って物を買わなきゃいけない、えー、資源も天然ガスも何人もかも買わなければいけないのにこれ以上上がってしまうとちょっとやまずいんじゃないかなと思って。 いる人が僕も含めて多いんですが、えー、先週の金曜日に黒田さん自体がまあ円安要因とも取れるようなコメントをされて上がってきていますで、どん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 物の値段が上がってくるので、えー、日本にもちょっとインフレがやってくるんであれば、えー、外貨を買っていかなければいけないその一つはまあ、ゴールドでもいいのかもしれないですし、えー、まあ、仮想通貨でもいいのかもしれないですし 何かちょっと買っておかないといけないということになると、まあ外貨だとドル円っていうのもあるんですが、えー、ドル円は120円を超えてきたので、2015年ですかの125円がターゲットになると思っています。で、それ以上に注目なのが、まあ5ドル円とになるんですが、今日のテーマは5ドル円という形になります。で、なぜ5ドル円かということを今日お話ししようと思います。 はい、ちょっと前回が長くなったんですけれども、よろしくお願いします。はい、えー。で、本日の内容ですけれども、えー、ウクライナ侵攻でまあ相場が大きく動いているということですね。で、それは何が起こっているのかという、えー、もう一度確認をするということですね。で、その次に、えー、リーディングカネシーは何かということで、まあ、これは後でご紹介しますけれども、一番動いて、一番急騰しているのが、 5ドルになるので、5ドルに注目しています。ということですね。で、えーまあ、5ドルっていうのは、まあ、取引されている方も多いかもしれませんけれども、一応、まあ、どういう通貨ペアあ、どういう通貨なのかということを確認します。で、えー、各5ドル絡み、5ドル円、ユーロオー,ジーオー OG ドルの、えー、見通し。 まあ、ゴードレーンがメインになるんですけれども、その見通しをお話ししようと思います。はい。で、あ、私は、あの、ちょっと自分のプロフィールを飛ばしましたけれども、もともと初めてなんで、えー、やりますけれども、もともとシティバンクの方で長い間、チーフディーラーをやっていまして、その後、ドイツチェロンドンに移って、まあ、ジャパンデスクのヘッドをやっておりました。その後、シンガポールに移って、 シンガポールでプロプライアリティートレーダーというプロプディーラーというのをやっておりました。で、十数年前にシンガポールから帰ってきて、CK キャピタルという会社を自分で運営しております。はい、よろしくお願いします。はい、で、基本的にはまあロシアが2月の24日にまあウクライナに侵攻したということで、そこから 大きく流れが変わっているということになります。で、まあ、ウクライナに侵攻したということで、もう一度確認しますと、ロシアが、まあ、ウクライナに侵攻します。で、こちらの方はまはあ、いろんな意見があるんですけれども、ウクライナが、うんまあ、日本の報道を見ていると、 ウクライナのサポート一色になっているんですが、まあ、僕自身もあの実際に攻撃されているのでロシアにもちろんウクライナサイドに立ってまあまあちょっと地説あのまあ汎用的ですけれどもまあけしからんみたいなスタンスにはなるんですけれども、まあ、ちょっとシンガポールの人とか、えー、ちょっと米国の人の友人の一部ではあのもちろんロシアはけしからんというスタンスなんですけれども、えー、ちょっと。 と違う意見も多いので、えー、もう一度確認しますで、えー、ゼレンスキーさんっていう大統領の人が、まあ、NATO に加盟する NATO に加盟するということなんですが、えーまあ、自分の独立している国家があの、まあ、NATO に入りたいといえばそれ仕方がないんじゃないかとシンプルに思うんですけれどもまあ ベルリンの壁が崩れて以降東欧諸国はどん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  NATO の方に加盟していって口約束もしてないと思うんですがプーチンさんとかロシアの人に言わせれば NATO がどん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 自分たちの東欧の諸国がどんどん NATO に加盟していったのでウクライナだけは死守したい。約束が違ううじゃないいかと ことになっていたらしいんですけれども、もまあ、ゼレンスキーさんが、えー、nato に加盟したいといったことで、まあ、大きく事態が動いたということになっています。うんで、まあそれはそういいんじゃないかなと思うんですが。まあ、あのちょっと一部の人によると、まあ,あの実際にウクライナとか行ったことがあって、いろんな意見もあるんですよ。あるんですけれども。まあロシアとまあ、ウクライナの一部。 は結構ブライブ賄賂なんかが横行していてちょっといろんな問題があってゼレンスキーさんが囚人を離してロシアと戦わせるみたいなことをしているんですけれどもその人たちが結局ウクライナ国内の略奪なんかにも加わっているのでちょっとそのゼレンスキーさんに対する非難なんかもあるということですね。 NATO に入るなということで実際、直接軍事介入すれば第3次世界大戦の可能性もあるということになっているのでそこで、まあ、ロシアと、えーまあ、ウクライナを通してロシアと NATO の戦いになっているということですね。で、まあ、経済制裁をいろいろすると SWIFT、まあ、国際決済のシステムなんですけれども、まあ、これは決済って送金するっていうシステムを と言われているんですが、まあ、実際に送金するわけではなくて、えー、僕が誰かにお金を送る誰かが僕にお金を送るっていって僕が銀行であれば、えー、そこからデビット・クレジットって言うんですけれども、えー、自分の持ってるお金を出したり入れたりしてで自分が出せば向こうが減るという形で出し入れしてるだけなんですね。で、えー、それがだけど、えー、と僕が銀行に入った頃 <laughs> 30年ぐらい前ですけれども。 その頃はスイフトというシステムができて画期的なシステムになっていて送金するわけじゃないので,でそこに入ってそのシステム自体はものすごくなんていうんですかね素晴らしいといえばうん、まあ、素晴らしいそんなにものすごくテクノロジーが発達しているものじゃないんですけれどもスイフトに入っているということはお互いに信用がうんある。 自分がお金を払いますよって払ってるわけじゃないんですけれどもここからマイナスにすると向こうがプラスになるというお互いに信用してないとできないのでまあいわゆるスイフトクラブというかその中の信用できる人たちの間でやっているのでスイフトに入れるということは結構プレスティージャスというかお互いに信用できる機関であるということにはなっています。はい、で、えー、経済制裁がどんどんこう進むとですね えー、結局、えー、ロシアの、えー、天然ガスノルドストーリーム2をまあやめてドイツヨーロッパってほとんどあのロシアからの天然ガスにい、まあ、依存していたのでプーチンさんとしてはあの、まあ、制裁してもそれをひどいことはできないだろうと思ってたんですが、えー、結局、えー、経済制裁をしてロシアからの輸入も止めてしまったので。 単純に言うと、天然ガスも原油もご存知のように、バーンと上がってしまったということですね。これが戦争で、いい悪いというよりも、この戦争の影響で、ものの、コモディティの値段がバーンと上がってしまったことが、金融マーケット、為替マーケットにも大きな影響があるということになります。はい。ちょっとご質問いただいているんですが、最後にやるというシステムのようなので、ちょっとお待ちください。うんうん だ大丈夫それでいい、うん、はいはいえー、で、えー、まあロシアは核をちらつかせていって核による脅しによってまあ、えー、よりひどくなったのが、えー、欧州に核の懸念が拡大したということになりますで僕はちょっと「ザエフクス」というところでコラムを書かせていただいているんですけれども二週3週間前かで、えー、核の脅威があるという まあまあ、内容のお話をさせていただいたんですけれども担当の方がこうタイトルに「核の脅威」というふうにちょっと書かれたのでうんちょっとそれは現実味がないからタイトルを消してもらおうかなと思ったあとこういう報道を読むとあれこれ本当にちょっとそんなにまんざらでもないまんざらでもないったら変ですねあの可能性が低いわけでもないようなのでうん、まあ、そのままにしたんですけれども実際にこう広島 とかえー、長崎に落ちたような大きなものではないんですけれどももう少しあの、えー、日本とでいう、えー、東京都でいうと区単位で、えー、ちょっと部分的に使う、うん、核の使用がの可能性が出てきているということなので、えー、そこからまた、えー、基本的にはユーロが落ちてという形なんですがその話になってから <laughs> ちょっと後でやるんですけれどもこの核の脅威が重なて 拡大しだから北半球でちょっと一部でもありますけどその話が拡大してからちょっとオーストラリアとかニュージーランドが全部買われてきていると南半球にお金がシフトしてきているこれはあの3週間前にシンガポールの金融機関で勤めている友達が僕に電話をくれてそういう動きがあるぞとまあ実際にそのフローが 欧州の方から、えー、シンガポールで結構、えー、ハブというか、えー、その流れが少し見えたりするので、少しオーストラリアとかニュージーランドの通貨が買われているということを言っていたということですね。はい。で、えー、じゃあ、もし対欧州通貨が基本的に売られますということですね。で、そうなった場合はどうなるかというと、欧州,欧州では、 手根傘足りませんで原因は足りません、まあ、小,麦小麦はウクライナとか、えー、そうですねロシアで作ってたので足りませんで避難民が、えー、かなり流入してくる欧州のほうにですねで3月16日現在だと300万人の避難民がこれもっと増えてるんですけれども、えー、避難民を保護する。 で軍事支援、軍備拡大する、えー、財政がに負担が重なるということですね。で、戦場となっているというか、まあ、ウクライナだけなんですけど、今のところは、えー、戦場となって、例えばウクライナが今、報道で見てる限りでは、かなりこう爆撃されていて、えー、その後は、じゃあ、ちょっとつ、うん、ちょっとかなり、あのー、もう一度復興しないといけ,いけない形になっているんで。 ちょっとユーロは買いにくくなっているのは確かですね。で、まあそういったものが先ほど申し上げましたけど、地政学的に離れている南半球の方に逃げる。ということで、まあ、戦争勃発で南半球の方に逃げる。で、資源が上がるので、資源国通貨が買われるということで、この5ドルとか9イが買われているということになります。 で実際には、えー、こちらの方だと3月11日、先,週で先々週ですねで、こちらの資料を作ったときですけれども、えー、ウクライナの侵攻があってから3月の11日まで何が買われていたかというと、やはりこの南半球の通貨が上昇しているということになります。これ見ていただくと えー、2月の24日に進行しているので、2月の23日から3月11日までは見ると、オーストラリアとニュージーランドが、えー、一番タイドルに対して買われているということになります。で、えー、その後、ノルウェーとかが続くんですけれども、これ、ノルウェークローナも資源国通貨なんですけれども、えー、南半球が買われているということですね。で、売られているのが、えー、デンマーククローナ、クローナ、えー、ポンド、ポンドですね、ユーロ。で こちらの匂いも含めてそうなんですけれども、ヨーロッパが売られているという形になります。ほら、資源国通貨、かつ南半球の通貨が買われているということですね。はい。で、えー、年収来で考えると、じゃあ、2月24日のウクライナの侵攻以降から、オーストラリアドルとかキウイが上がってきているのかということですが、実は、 えー、その前からずっと上がってきていて、えー、なぜかというと、もう、えー、コモディティがもうウクライナの、えー、ロシアのウクライナ侵攻以前からも上がってきていたんですね、でえー、ロシアのウクライナ侵攻から余計こう、えー、押し上げてしまったので、その傾向が強くなったんですが、えー、主要通貨のト落率、年初来ですけれども、年初来でも結局、オーディーとキュイが一番上がっていると、でその後ドル円にな米ドルになるんですけれども。うん あこれごめんなさいタイ米,、ね、米,米ドルなんで、これちょっと金が入ってるので、これは忘れてください。オーストラリアドルとニュージーランドドルが買われて、ユーロ、デンマークロよスウェーデンクロナなポンド、まあ、この辺が欧州通貨が売られているということになるので、年初来もロシアのウクライナ侵攻以降もオーストラリアドルとキウイが買われているので、 で売るのはユーロととかか、えー、日本円とかになりますでユーロが一番売られていたんですが、えー、その先週から今週にかけて、えー、1位は王子で変わらないんですけれども、えー、その後ユーロだったんですが今円が一番売られているということで、えー、結局5ドル円が一番上がっているということになるので当然こう、えー、為替市場では5ドル円を買うのが一番効率的で、えー、一番魅力的で,であると。 ということになります、はいうん、あと、えー、王子に注目しているのは一つはその、えー、先月から、えー、今月の途中まで、えー、ユーロ王子という普通貨幣があってこれサクソバンクさんの方にもあるんですけれども、えー、これが動き出すとものすごく、えー、動くんですね。えー、まあ、えー、1か月で、えー、1,662ポイント動いているのでドレンで言うと16円。 オーロ、ィーが,が動く時に対ユーロ対ドル通常はゴードル円で考えるんですけれどもヨーロッパが落ちている時にオーデーで考える対米ドルでも動いているんですけれどもユーロオーデーっていうのも結構ポピュラーな存在でこちらの方ではまると16円あっという間に1ヶ月で動くのでこちらの方にも注目された方がいいと といで、えー、ここではもう一度オーストラリアドルの特徴を考えてみます。今あのリスクオフであ今じゃないですねロシアのウクライナ侵攻のので株が落ちて年初からナスダックって今戻してますけど20%ぐらい落ちたんですね。でこれまではナスダックが落ちるグロース株が落ちるの に並行しててゴー,ドレーンでで落ちてたんですけれども一時落ちてるところもあったんですが今あの完全にすると切り離されていて2021年までつまり去年まではオーストラリアドルというのはリスクアセットと言われていて株が上がるリスクオンで買われてリスクオフ売られるということだったんですがこれが全くゲームチェンジになってしまっているので2022年今年以降はですね あの株が売られても、大勢売っちゃうと、踏み上がってしまうので,で、2020年のウクライナ侵攻以降、それまでは、まず流れとしては南半球の通貨が買われる、これはちょっとウクライナ侵攻以降の流れですね。地政学的に欧州から離れているので、南半球の通貨であるということで、5ドルが強いということが一つ。次は、えー まあそそれこそ何でも上がってるんですけれども小麦も上がってるしゴールドも上がってるしえ天然ガスも上がってるし鉄鉱石も上がってるしあとでやりますけれどもえ資源国通貨が資源コモティティが上がってるので資源国通貨が上がるで5ドルは資源国通貨でもあるのでえーオーストラリアで出ないのはえなんだろう,うんと原油ぐらいであとは天然ガスそこら辺にばかばかあるのでいくらでも売るぞということですね。で3番目にこののの通貨のバリュー株というのはよ あまり言われていないなんですがこれはちょっと僕の、えー、オーストラリアのメルボルンに住んでいてリスクアセットマネアセットマネジメントの、えー、で勤めている人間が一応僕らの間で言っているのは、えー、今クロース株よりもバリュー株が買われているという流れになって、えー、なぜかというと金利が上昇している局面なので、えー、金利がジャブジャブの時はどちらかというと、えー、まあ グロース株ですね。えー、テック株。まあ、アップルとか、えー、アムクーグルとか、その辺ですね。が買われるということですが、今は、どちらかというと、金利が上昇し、上昇する局面だと、グロース株よりバリュー株が買われるという流れになっています。という意味では、えー、まあ、US なんかは違いますけれども、オーストラリアって完全にあの、テック、僕は一部あると思ってるんですが、えー、一般的にはその、 ババカバカ出るから一応、ここ資源国なので、えー、どちらかというとバリュー株。で、グロース株よりもバリュー株が買われるのであれば、通貨でもバリュー株が買われるだろうということで、えー、南半球の通貨である、資源国通貨である、通貨のバリュー株であるということで、5ドルが買われるということになります。えー、で、 ごめんなさい。で、えー、まあ、金利の方から見てみますけれども、金利の方から見てみると、えー、これが、えー、10年生の利回りの方ですが、えー、もう一度確認します。ちょっと、あの金、ー、利のあのベドルの金利が10年生、もうちょっと上がっているんですけれども、えー、2.3%ぐらいまであるのかな。で、これがどん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 上がってきて、えー まあこれ折り込み度とか無視して考えていただくとまあこの金利がどんどん上がってきているということでドルが変われるよねということで,で円の方を見ていただくと0.21でまあ変わらないのでえピン止めされて0.25でピン止めされているのでえ円の固定金利0.25で固定金利されてえ米金利がえーまあ1%超えて上がってきているのでドル円が変われるよねっていうのは一つ分かるんですけれどもえこれ見ていただくと オーストラリアドルってあるんですね米ドルより高いのでということはまあ円が0.25で固定されてて、えー、金利面でも上がってきているんであれば、えー、当然変、あのー、われるよねということにはなるということですねでユーロの方は、えー、マイナスではなくなったんですけれども上がってきているので、まあ、当然こうなるということですね で、えー、RBA は,はオーストラリアの中央銀行ですけれども、ニュージーランドがどんどんこう、えー、先ほどやりましたが、えー、ニュージーランドをこれ見ていただくと、えー、3.15、もっとこれ上がってると思うんですが、10年の金利ですねで、この中で一番上がってるので、じゃあ、ニュージーランドドル買えばいいじゃないかということになるんですが、それでもいい,い,いのかもしれませんけれども、えー、ニュージーランドドルはもう去年からずっとこう利上げが完全に織り込んでいるんですね。 なので、えー、これはちょっと、今日は取り上げませんけれども、OG9 位という通貨ペアがあって、9位の方が高い、金利が高い、高くなる予定で、オーストラリアの低いので、じゃあ、オーストラリアドルを売って9位を買うという取引がいいだろうということで、一部マーケットでコンセンサーになったんですが、まあ、僕たちの方ではそれ違うなと。ニュージーランドの金利はもう完全に3%までいくって折り込まれているんですが、えー アルビアオーストラリアはずっと賃金が上昇してこなかったので利上げをしなかったんですね、うん、というか今もしてないんですけれどもでどん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 資源が上がってきて、えー、オーストラリアの気にも良くなってきて賃金も少し上昇気味になってきたので、えー、ゴールド・マサックスなんかはこの8月9月にオーストラリア金気にを上げるんじゃないかという今から折り込みにこうしているので、えー、そうすると 折、えー、り込みに行こうとしているのが今、えー、来年だと今、0.1%しか、えー、オフィシャルキャッシュレート、まあ、政策金利がないんですが、もう来年、年末に、まあ、1%超えて上がっていく形に、8月頃から利上げをするというのを折り込み始めているので、えー、こちらもこれから上がってくるということですね。はい、で、えーま、金利面からも大関は優位性があると。 ということになるんですが、えー、今度度はそののコモディティテ価格をもう一度見ていま,すでまあこれはもうものすごく鉄鉱石を打って、えー、オーストラリアってまあ穴掘れば鉄鉱石が出てきてそれを売ったら儲かるというまあいわゆる本当にあのちょっとした、えー、中東って、うん、何もないと言ったらおかしいですけれども。えー まあ何もないんですねで原油をあの人の原油が売って原油がいるでしょうって言って売ったらまあ日本人と違ってみんな大して仕事もしれないのにリッチになりましたというところなんですがえこんなこと言ったら怒られますけどオーストラリアも実はこうえもちろん仕事はしますけれどもえいっぱい資源があるので鉄鉱石が出てこれをずっと買ってくれてたのがチャイナ中国がずっと え経済成長がまあ10%が回っていたのでどん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 こう手戸石穴掘ったら手戸石が出て売ればチ,チャイナが買ってくれるのでって儲かってたんですけれどもえこのところとえ去年から手戸石はこう見ていただくとバーッと下がってですねあっという間に半値以下になってえチャイナの景気が悪いっていう話と米中の関係が悪いっていう話でもうあっという間に半値ぐらいまで落ちちゃったんですけれどもこの100を割ってえー 割り込んでえらいことだと言っていたんですがこれ見ていただくとだん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 戻ってきてるんですよねで戻ってきているのでまあ、えー、景気がいい事態もあります、えー、景気は一部よりも良くなっているのかもしれませんけれども需要がこうまた戻ってきているということですねでもう一つ、えー、今これオーストラリアと、えー、中国って仲が悪くてですねまあいろいろやってるんですがもう、えー、中国は オーストラリアから石炭買わないとかいろんなことが言って一度,一度下がったんですけれども、えー、今はこう、まあ、全般的なエネルギークリーンエネルギーを使うということでんこれも変な話なんですけれどもじゃあ、えー、もう原油とかオイルとか使わないという話になってじゃあ電気がいいよねということになるんですが、えー、電気を使うためには火力発電を回して、えー まあ、結局石炭使うよねとか、えー、天然ガス使うよねっていう話になって本当は、えー、クリーンエネルギーでやるっていうのは今、えー、ドイツでやってたように中国もそうですけども風力発電で回すとかいうことで、えー、うまく回っていたんですけれども、えーまあ、それは一応気丈とは言いませんけどうまくいってたんですが今年偏西風が吹かないので、えー、風がないので電気が起こせませんよとか。 えー、そういうことになってくると結局足らないじゃんと言って原発使わないので火力発電回しますじゃあ石炭いるよねという、えー、天然ガスいるよねということになると天然石炭が急騰しているとでオーストラリアは石炭もバカバカ出ますということなので、えー、これも優位性があるということですねで、えー、いろんな見方があるんですけれどもこれユーロジーでやってますがジーでも一緒です、えー、CRB インデックス、えー、つまり コモディティインデックスですけれども、コモディティ、CRB インデックスが上がると、ユーロ値が下がっている。つまり、ユーロが下がって5ドルが上がっているということになるので、コモディティが上がると、まあ、ずっと上がってくるということですね。はい。で、えー、まあ通貨ペアごとにやると、千、うん 1か月も経たないうちに16円も落ちてしまった1600ポイントをしたユーロ OG からやりますけれどもゴートレーンは後でじっくりやります。で停戦期待の高まりってユーロ OG って1600ポイントをした後綺麗、えー、れいにこう戻してですねこれ見ていただくとまあちょっと初めての方はえちょっとどういうチャートになってるかちょっと見づらいかもしれませんけれども僕はあのデマーク トーマック・デ・マークさんという、えー、チャートサイエンティストと本人が言ってる人のデ・マー TDC ケシャルというのを使うんですが、9、えー、が出て13が出るときれいに反発するという、一層が終わるというシステムなんですね。で、ユーローゼが、えー、一取り13つけて戻ったので、これ珍しく僕逆張りをして、えー、ユーローゼ買ってみて上がったんですけれども、えー、ちょっとその戻りが弱くて、 珍しいパターンですけ落ちてきたのでちょっとこれおかしいと思ってこういう時はどちらかというと売られすぎ買われすぎを飛び越えてやる時は結構大相場になることが多くてユーローデーは調整で上がったんですけれどもそのままちょっと落ちてしまう可能性も高まっているということですね。でこれ週足のユーローデーですけれども長い週足だと。 ちょっとこれオーバーソールドに見えてしまって一度、えー、しばしば戻ったんですけれども、えー、この停戦の機運はあるっでその期待感で上がっていたんですけれども結局そちらの停戦もしないですし、えー、どん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 コモディティが上がってくるので、えー、このユーロジーも反発も限定的で、えー、結局落ちてしまうのかなというふうに考えています。はい で次はタイドルですが、僕はタイ円の方で見てるんですけれども、今、タイ円のポジション、5ドル円のポジションのみになってるんですが、自分の友人なんかはタイ円よりもタイペイドルで見てる、まあ、見るのはタイ円でも何でも見るんですけれども、そちらのポジションを結構持ってる人間が多いんですが、この o ードルで見ると、o ードルってこう一度高値の。 つ、ね、けてから、えー、何度こう何度こう0.70割り込むんですけれども何度か割り込むんですが、えーまあ、一時的でですねカブー,ール陥落の後も割れたりするんですが、えー、今年も一時的に割り込むんですけれどもどうしても0.70割り込めなくて、えー、結局上がってきているということになります。今ののところ、えー 今0.74の30ぐらいなんですが、えー、オーストラリアドルの、えー、今年の高値は0.74の、えー、44か44なんですねで、えー、こちら見ていただくと、えー、0.74の41ですね、えー、をつけて一度、えー、落ちたとでその時に、えー、ちょっと今回はさすがに調整するのかなと僕も思ったんですがなぜかというと オーストラリアドルはコモンティティも上がりますコモンティティが上がっているときに上がります金利が上がっているときも上がります、えーえー、戦争が起こっても落ちませんでしたということに何があったら落ちるんだろうと思ったんですが先週ですね反戦インデックスチャイナの株は1回16%ぐらい落ちてでちょっとこれはまずいのかなと思って僕も一回話してしまったんですが その後中国政府からサポートの声明が出ていきなり反戦が9%ぐらい上がっていてそれでも上値はちょっと限定的かなと思っていたんですがその後一気にこうゴードレーンの方が先に走ってしまったんですがゴードレーンの重要なポイントを超えてしまったので結局またオーストラリアドルもまあ安値が限定的でまた0.7441まで上がってきて。 今も0 7円の30なので、一応、オーストラリアドル、ユーロオーディも一番安値圏まで突っ込んだんですが、オーストラリアドル、ゴードルドルですね、は年初来で一番高いところにいるんですね。今、えー、10ポイントしか変わらないんですけれども、えー、だから、オーストラリアドルが年初来一番高いところにいて、今ドル円が 120円の88円で一番高いところにいるわけですね。えー、ゴードレーンって掛け算なので、オーストラリアドルがネシュラで一番高いところにいて、ドル円がネシュラル一番高いところにいるので、当然ゴードル円が一番高い。で、ゴードレーンが最強通貨になるというのは当たり前ということになります。はい、で、えー、今のところ最強になっている。 うん、ドルですがこれ一つと僕も思うんですがうん年、えー、冒頭申し上げたんですが円って弱いなっていう感じなんですけれども、えー、一応欧州では、えー、一応戦争をしているのでさすがにこう、うん、ユーロ円としては円の方が強いんじゃないかと思ったんですが、えー、それよりも まあ円が弱いのでもう冒頭申し上げましたけど戦争しているよりもあのエネルギー自給率がもう11%ぐらいしかなくて今物がバン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 上がってきてるところだと円が一番弱いんだなというふうにもちょっともう思い直したということですねはい、えー、も,うもう一度やりますけれどゴ,ゴードレンですねゴードレンは、えー、まあ RBA が、えー、イールドカーブコントロールをやめたというところで逆にこう落ちてしまうんですけれども5、えー、ドル円はですねあのまず去年から、えー、55円のところから、えー、60円ぐらいのところからバンバン、えー、2020年の、まあ、ここは結構いいそばだったんですが3月の19日に、えー、60円ぐらいのところから一気に30%ぐらい上がるんですけれどもその途中で77円のところでここですね このラインが全然なかなか超えなくて、1回上がって、えー、一度、えー、騙しで落ちたんですが、上がってからは、そこからも全然77円割れなくて、えー、86円ぐらいまでいきましたということですね。その後八、えー、80円割り込むんですけれども、今度80円がサポーティブになってきて、えー、そのまま上がってきて、ね、年収来高値を超えているということになっています。 で、えー、ちょっとこちらのほうはゴードレーンなので突き足出しますけれども突き、えー、足だと、えー、去年の高値をもう、えー、これこの,このチャートで出した時は、えー、抜けてなかったんですけれども86円の25銭抜けてしまって、えー、次の高値だと2017年の90円の30銭が見えてくるということになるんですが。 今89円の80銭なのでこの 90, 90円の30銭も抜けてしまうと、えー、細かくやっていくと途中の間に、えー、計算値で、えー、高値とか計算できるんですけれども一応90円の30銭が抜けてくるとこの辺りに高値はありますけれども、えー、テクニカルに見ると 100円までないんですね、あっさり。えー、なのでうーん、ちょっと思った以上に上がってしまうのかなという感じがします。それの理由がこちらですけれども、ゴードレの冷やしになりますが、えー、ちょっとこれ、えー、先ほどと同じ話になるんですが、これ、えー、とセットアップの9、13、9っていう、デマークで見るときれいな高値と、 計算してオーバーボートカーバれすぎっていうサインが出てるんですがこのサインが出ると通常のボラティリティのマーケットで一回反落するんですねで反落するはずなので僕ちょっとあんま知恵そんなに膨らませなかったんですけれどもユーロ時が崩れてきてしまってドレ円ンが通常であれば少しもんでそれから上がるっていうパターンなんですけれどもちょっとももないで上がってきてしまっているので。 冷やしの変わりすぎを超えて上がってくるっていうのは結構大きなトレンドになる大相場になる可能性があるのでちょっとこの辺は要注意ということで考えていますはいどちらにしてもこちら今日の データでこれはセミナーを作った時のデータなんで3月11日だとオーストラリアドルが一番で、まあ、このユーロとかポンドが売られていわゆるだからオーゼーを買ってユーロとかポンドを売れば一番良かったんですがその欧州で動乱があるよりも円の方が今弱くなっているので5ドル円が最強ということになっています。で120円超えたことで うんまあちょっと今日友人なんかと話してたんですがこのまま上がってきてこう物が日本ってほとんどの物を、えー、昔と違って、えー、トヨタとかホンダとか、えー、何でもいいソニーでも何でもいいんですけれども物を加工して売って円安の方が良かったということと、えー、ちょっと前までは円安だと経平均が上がっていたので円安がいいよねっていうことで。 うん、自分自身も2き上がるんだったら円安がいいよねと思ってたんですが、うん、ちょっとここに上がっていっていいのかなと思うんですがまあそういう形で、えーまあ、日本経済にとって日本経済にとっておあれですけれどもいいかどうかはどうかなと思うんですが黒田さんなんかは、まあ、当然自分が、えー、まあ デフレ対治ということでやっと2%に上がってくるので今円安はいいというスタンスなので円安になっても日経均上がらないんだけどなと個人的には思うんですが物も,も,も買わなければいけないから円安になるとまあ単純ですけれどもものすごくシンプルに言ってしまうとドル価が上がるとえ僕ちょっとブルンバーグなんかで契約してるんですけれどもこれドル価なので基本的に。 えー、ブルームバーグの有料がまあちょっとこういうのなんですけれども毎月25万円ぐらいかかるんですが、えー、それドル基本的にドル化なのでどんどん上がってくるとブルームバーグの契約もバンバン上がってくるんですね。でもう少し言うと、えー、まあアンドロイドでもいいんですけれども日本だ僕真っ赤なんで iPhone ですが iPhone も。 えこれやってると今あのマックスなんかは13万円14万円ってスマホなのにすごい金額になってるんですがえこれ例えば125円とかになるとえ当然アップルも計算してくるので iPhone を買うのにこのまま上がっちゃうと20万円とかになってしまうのでんえー、円安はいいのかなという気もするんですけれども。 うんまあこれに対してえ今日友人なこと話したのはまあ不動産とは言いませんけれども少し外貨でも円安になるんであれば日本国内で、えー、過ごしている分にはあの変わらないよねという方がいらっしゃるんですが変わりますなぜかというと外外貨のものを買うと円貨でどんどんこうまあ iPhone で言うとわかりやすいんですけれども上がってくるので少しも ておかないといけないのかなというまあ、そういうレベルに来ているんじゃないかなというふうには思います。はい、えー、こちらの方のディスクリーマーも一応チェックしていただいて、えー、終わろうと思います。えー、まあ、今年あのー、まあえー、去年まではあのー、まあ、ドル円が一番ひどくて為替市場まあ、全然動かなくてですねあのー、も僕も仮想卒やったり。 ゴールドも持ってるんですがいろんなことやってるんですが本業はどうしたんだろうという、えー、感じだったんですけれどもまあ、えー、久しぶりにあの為替市場も、えー、ボラタイルなマーケットになってきて、えー、特にトレンドが出てきているので、えー、まあトレードするにこういうとなんですけれども、えー、より値するということもありますがやっぱりこう新年をどん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 120円とか超えてくると。 トレードしてもやっぱりファン・トゥ・トレードで楽しいんですよねトレンドがあると。もうレンジのマーケットって全然つまらないので、えー、ちょっと過去45年ドレーンがあったみたいにもう110円と105、うん、10円と107円の間しか23ヶ月動かないとかずっと108円とかもうやってもしょうがないっていうぐらいな感じのマーケットが続いていたんですが、えー、ドレーンであれゴードレーンであれ動いてるとまあトレードしても楽しいですし え皆さんの収益も上がるので、えー、やってよかったと思うようなマーケットでなると思っています。はい、えー、本日は初めてのサクソーバンクさんでのセミナーでしたけど、いかがでしたでしょうかまたコメント等いただければありがたいと思います。はい、本日はありがとうございました。また次回よろしくお願いします。